えー、こんにちは、黒田和さです。今日はですね、日本が誇るジャズボーカリスト、ケイコリーさんのお話でですね、ケイコリーさんに僕いろんなことをですね、ライブ見に来てもらって教えてもらったりしてるんで、それもうすごくいい話が多いんで、シェアさせていただきたいんですけど、この話をしていいかっていう話をケイコさんに一応話したら、えー、大丈夫みたいな話でしたけど、本当に素晴らしいね、ボーカリストでね、本当に素晴らしい人間性の人なんで、ぜひ知っていただきたいと思ってやっていきたいと思います。 まず、えー、どんな人なのかっていうことと、あと、まあ、まあ、僕が教えてもらったことはですね、背筋伸ばしなさい、チューニングってちゃんとしてるの、曲をちゃんと覚えなさい、観光総裁そのスーツで演奏すんなよ、えー、入り時間についてみたいなお話でやっていきたいと思います。それでは始めていきます。まあどんな人ですね、もう写真見るからにわかると思いますが、本当にね、スタイルいいしね、美人でしょ。だからね、まあ、結構こう 男のの人人が聞くととちょっとこう緊張すするタイプの人ですね。まあ、そもそもえ愛知県出身の方でですね、まあ、だから名古屋で僕らもジャズ・イン・ラブリーってお店出るんですけど、まあ、その近くにも住まれてたりとかして、まあ、ツアー回ってらっしゃるから、あんまり今どこにいるかってよくわかんないんですけど、どこに出没するかわからないけど、ワインの美味しい店に出没するということですね。もともとピアニストでデビューしてるんですね、だからナット・キング・コールですよ。 ねすごいですよね。でピアニストでデビューして歌で歌ってまあ夢になっていかれたって,ってめちゃくちゃまああの頑張ってやってらっしゃってまあ緊張するんですね一般の人はね普通に緊張すると思います最初はこうドキドキしますよ本当に足シューッとしててねパって入ってくるとねでねこうちょっとこう目をクッて細めて人を見るんでちょっと怖いんですよであの一緒にやってる後藤浩二か昔恵子さんがこうお店入ってくるとこう。 緊張して背筋が伸びてそわそわしてたって感じなんですけどあのー、ラブリンにねライブを見に来てくれてその後とドナリーでご飯してた時にですね声を一つとするのは僕の思い出して恵子さん覚えてるかなエピソードがあってこうまあある女性ボーカルの、まあ、ちょっとねあの年配の方の。 えー、ボーカルを見に来ていただいたただんですよでその人って素晴らしいボーカルなんですけどあの歌が終わると必ずね「ね日はどうもありがとうございます」って必ず毎回頭にこうマイクで頭をぶつんですね。であのすごい天然だなって思ったんですけどそしたらこうなんかこうしゃべっておしゃべりしててもすっごい可愛らしくて楽しい人なんですけどちょいちょいこう天然な感じになるんですよ。でその時にいこさんがあの「天然ですよね?」って言ったんですね。で「あ,あ言っちゃった」と思ったらね「え私天然って なんかよく言われるんだけど「なんか分かっちゃった?」っていうふうに「んで分かったの?」って言ったらいや「みんな気づいてますよあの言わないだけですよ」って言って「いや言い過ぎだから」って言ってちょっとそこで長くなったんだけど「あこの人ってあの何でも思ったこと全部口にしちゃうだけの人なんだ」と思ってでいろいろ僕言われたからやっぱりねこう今までこうねこう今からやることを全部こうパーってこうまあ演奏終わったらパーって言ってくれるわけじゃないですか。でもこう なんかよく僕も最初はあなんかこういつも怒られてるみたいなイメージだったんですけどあただ思ったことを全部言うだけの人なんだと思ってそこから僕ねすごい、あのー、付き合うの楽になりましたしすごい大好きですねその時からで昔から本当に、ね、優しい人なんですよすごい優しい人でその辺のエピソードも話していきたいと思いますまず、ね、背筋を伸ばしなさいって言われて演奏してる時僕結構ねこう腰がこうプレーだりしててで今でも結構動くんですね僕結構。でも この何て言うんですかね、ドラム叩いてるときに、やっぱ背筋がブレるのよくないって言ってて、で、この頭の、お尻の、お尻から頭の先に、こう、鉄の芯の棒がこう通ってると思って、それをキープしてたら動いてもいいよみたいな話をしてて、で、ああ、そうか、と思って。 でやっぱりそれ結構こういうドラマは多いんですけどこう,こういう風になったんですけどまあそれから背筋伸ばすようにして演奏してたんですけど腰痛がなくなりましたね本当にねあのー、腰痛めてやめちゃう人多いですけど本当にやっててよかったなと思いますだから僕結構ブレる,割ブレるけどこの芯はぶらさないようにしてるのは森恵子さんのお言葉のところですねドラマぜひ注意してやってみてくださいチューニングってちゃんとしてるのって言われて <laughs> まああああののライブ来たた時にに普通に言われんんでですすねあの結構絶対音階あるんですよだからかこうボールとかポンってなった時にミーとかで聞こえたりとかするらしいんですね。なのでまあそういうところでやっぱり聞いてくれてやっぱこう他の音と混ざってないからちゃんとなんか音階ちゃんとチューニングしたらっていうふうに言われてそれがすぐその後にあのアレホーニーヒーっていう人がこう音階をねこう 手でこうやって押さえながら叩いてメロディーを叩く。で僕ドレミハンソラシドの練習をずっとしてたんですよ。で音化方向やってチューニングしてたら真っ先にやっぱ気づいてた。あんたちゃんとチューニングやり始めたねっていうふうに言われたのと、まあ、後日も言われましたけどあんたすごいなんかチューニングちゃんとやってるって東京でも結構なんか名前聞くよって話になってですね、まあ、そういうところもちゃんと見てくれてるって感じですね優しい人だと思います。 曲をちゃんと覚えなさいってことね。あんたドラムだからってさ、なんかリズムだけ叩いてるんじゃなくて、やっぱメロディーとかコード信号ちゃんと覚えなさいよって言われましてですね。まあ今はコード信号全部空で言えるかって言えないわけ、言えるわけでもないんですけど、まあ大体は覚えてますね。でもその2-5がどこで起こっててとか、どこでキーが変わっててとかはちゃんと覚えるようになったし、やっぱメロディーをしっかり覚えるようになりましたね。やっぱりそういうところは。だから、昔ね、やっぱりこうピアニストやってた時とかも、なんか、 お前曲知らんなぁってやっぱ先輩によく言われたんですけ悔しくて一日一曲ペースで覚えたって言ってて年間300何曲ね覚わるわけですからすっげえなーと思っててそれをなんか昔聞いた覚えがあるんですけど今回これをこの動画を撮るにあたってそのエピソードの話をしてこれ本当でしたっけって話したらまあそんな一日一曲ペースで覚える感じで覚えたっていうことだけど完璧にだから365曲を覚えたわけじゃないけどものすごい毎日毎日一曲集中して えーとアーティキュレーションとかそのもちろんコード進行もこうやってメロディーとかなんかすごい自分の好きなやつを聴いてあだこだあだこだやっててやってたんだけど今回ねやり取りしててやっぱ結局ね付き焼き場でこうやって練習してコピーしたってね結局使えないんだよねみたいなちゃんと何回も何回も歌い込んでライブでやって修羅場をくぐった音じゃないと自分の音にならないんだよねかっこいいよね言うことはねもうめちゃくちゃかっこよくないですかね ででも本当にそうですよね。僕もなんか一つのフレーズやったけどなん,かさなんかそれっぽくはできるんですけど自分の音になるまでめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。だからまああれこれあれから覚えるのも好きだけどやっぱり僕結構どっちかっていうといろいろ知ってる割には使うフレーズって意外と限られてて同じようなことやるんですけどただその同じことやってるけどちゃんと音程乗せてるしタイミング変えてるしっていうところでやっぱり自分がちゃんと修羅場をくぐって。 できたやっぱり音づいっていうのはすごい大事だなと思って今回もこれ気づかされました本当に素晴らしい。あと観光総裁のスーツで演奏するなと。まあ、スーツ着てまあ、スーツ着るだけでもまともだと思うんですよ。だからもうジャズミュージシャンって本当にスウェットみたいな格好でやってる人いますからね。まあ、それでもあのなあ,あんたさみたいなそんな観光総裁のスーツで演奏すんなよみたいなバンドはかっこよくなきゃいけないのよ。かっこいいから見に来るって思わせなきゃいけないからみたいな。 で、まあ、自分のバンドでツアーもある時初めての頃はねあのメンバーにシャツを自分がアイロンをかけてたそうするとメンバーがそれで恐縮するじゃんみたいなそしたらそのピッて入るじゃんみたいな。それぐらい服装からもやっぱ音って聞こえてくるもんだから頑張りなよっていう風に言われましたね言い方はこうぶっきらぼでパッて言うからなんかその時はえとかまた,また怒られたとか思ってたんですけどでもやっぱりね、あのー、本当にその なんでしょうその飲んだ時のあのー、エピソードを見てからそうだけどあ別になんか思ったことを全部言ってくれてるんだなって感じですよねだからもうすごく正直な人裏がない感じのとっても素敵な女性だと思いますこれ一番僕はもうね入り時間ですねこう名古屋で名古屋時間って言ってるんですよ本当に 下手すると1時間ぐらい前遅れてくるんですよ。今そうでもないですけどね。昔はやっぱり僕らが、僕が20歳ぐらいの時とかって、すごいそんな当たり前だったっていうか、もう1時間、だから早く待ってて、もうセットもして待ってて、僕なんかドラムだから早めに来てセットするじゃん。だから、その、待ってて。もう今逆に言うと僕が一番遅い時もあるんだけど、だけどその、こう、先に来てドラム組み立てて全部やって待ってて、でも全然みんなもう時間になっても全然誰一人来なくて、みたいな。そういうのが結構続いて、なんかこう、 このの時時間に来るっっっててうのががななんか馬鹿らしくなった時期があってで恵子さんに「さあちょっと恵子ねちょっと話していい?」って言って「出入り時間のさ」とか言って「こうみんな来るんだけどみんな遅れてくんじゃん」みたいなでもみんなにあれだったらこのバカらしいからだったらなんか自分も遅れてきた方がいいのかなどうしたらいいだろうって話したらまああんたがいつも早く来てるのっていうのはよくいろんなとこから聞くからそれってすごくいいことじゃないのっていう。でその続けたらいいじゃんみたいな。 そんん。ななの別に関係ないじゃんみんなが遅れてくのはみんなの,みんなの責任だしみたいな。で私は会場に早く入るのが好きでそこで別に何するわけでもタバコ吸ったりしてその箱の空気に馴染むのってすごい大事じゃんだからそうするとなんかこう場の空気をやっぱ制していけるんじゃないかなみたいなことを言っていただいてまあ迷いがなくなったというか。 いすごいもう日本を代表する本当に生き方かっこいいと思いませんかねすごいでしょみたいなねだからまああのー、本当にもうねバースデーパーテとかもういっぱいなってもなかなか入れないんでたまにチラッと覗いて帰ったりとかしますけどやっぱりかっこいいです音一個一個に対してのやっぱりこう集中力がやっぱすごいんでやっぱすごいいろんな音聞いてピアニストとね分かってるしみたいな。 昔のりきさんがやってましたよ、ね、なんかこう恵子さんの前で弾くのなんかすごい緊張するっていうねいろいろ分かっちゃう、ね、だからねそういうそれぐらいやっぱシビアに音楽をだから音楽は本当に大好きで音楽にすごく集中してる。 なんか人なんだなーって感じですごくいい影響を受けたと思いますというわけで非常に皆さんのためにもなるお話なんじゃないかなと思って今回はまとめてシェアさせていただきましたえーケイコリさんめちゃくちゃライブかっこいいん、ね、でぜひ皆さん見ていただければと思いますえー、動画もちょっと貼っておきましたしえー、とおすすめの CD も貼っておきましたのでえー、詳細欄からぜひアルバムでも買って聴いていただければとでもやっぱ生が一番もう 空気感がすげー伝わるボーカリストだと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひ メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和之チャンネルでした